go. みなさんこんにちは。こんにちは。東海学生サッカーリーグ第10節日本福祉大学戦をお送りいたします。実況は私永瀬裕也が、解説は私杉山亮がお送りします。さあ見ていきましょう。さあ前半開始、日本福祉大学ボールのキックオフでスタートしました。このクリアボールエグいっすね。すごいミートしましたね。すごいミートしましたね。この後のなんかタッチに切れるボール無回転の方に来ましたね。この相手選手ミートがいい選手です。さあ前半3分、さあスローイングですね。さあボールが残って、さあシュート、これはゴールの上、欲しいですね。さあジンデンボールを持ちます。前半8分、さあ長いボール、さあ抜けてきた杉山、おっうわー、いっちゃう、いっちゃった。ブー、杉山さんブー、いっちゃいました。決めちゃいましたね。ナイス。これが東海リーグ初得点ですか。入っちゃうんですよ。入っちゃうんですね。もう足の速さぴょんぴょんということで、さあここ落として小杉振ってった、キーパーの頭上を越えて入る。2連続いっちゃいますね。さあこのまま流れで、流れでいきたい、いきたい。おっと展開、堀本1対1、さあ上げられる、打たれる、いかれる、おっと、いかれちゃう。ちょっとこの流れ切りたいですけど、相手攻撃続いてます。おい、やばい、やばいね。あ、やられてるね。大丈夫かこれ。これおっと竹内じゃない、門脇振った、いった、いった、門脇竹け竹け。前節ボレー外してる分、ここで取り返してきました。1対1。さすがですね。さすが、うまいですね。セレブレーションです。いや、気持ちいいですね。前半のうちに3点入るなんて試合ありましたでしょうか。ないっすよ、こんな試合。こんな試合ないっすよ。こんな試合ないっすよ。いや、気持ちいいっすね。いや、このまま前半折り返して気持ちいいまま後半臨みたいですけど。そうですね。さあ、ここで前半終了ですね。さあ、いい感じで折り返しましたね。そうですね、まあ、2点取られてますけど、まあ、このまま逃げ切っちゃえば勝ち点3なんで。そうですね、流れなんていいんじゃないですか、自分たちの。このまま流れでいっちゃいましょう。さあ後半開始2分、相手の攻撃ですね。なんとか中を塞いでゴールは笑わせたくないところ。中来ました、打ってきたか、おお、ポスト、ポスト、アップねー。さあ後半25分、さあ縦パスがつけられて中、タッチ崩しうまいですね。危ない、ポスト、危ない、これやばいんじゃない。おっと、上、いやー PK っぽい、 PK ですね。いや PK ですね。いやー悔しい、おっと、おー、まだ、あー、追いつかれてしまいました。さあ後半29分、白石右足か、おっと入んない。さあなんとかラストタイム、ワンチャンス欲しい。終わってしまうのか、ノータイム。ああ終わってしまいました。今節振り返ってみていかがでしたでしょうか。いやー今節はね、3点前半、3対2波乱の前半だったんですけど、まあ後半ちょっと失速してしまって、まあ、引き分けですけど勝ち点1。個人としては東海リーグ初得点いかがでしたか。そうですね、嬉しかったですね。やっぱこのまま流れで4年生なんでチーム引っ張っていきたいですね。よし、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。じゃあ人生の向けで意気込みお願いします。次節追い込まれてますんで、絶対に勝ち点もぎ取っていきましょう。もぎ取り